はい、皆さんこんにちは、ペソでございます。ケンシンさんの戦国遊伝、47回目ですね。移動しちゃったので、ここは治水工事だけやって終わります。はい、で山城にメンバーが結構いるので、まあ、ちょっと一通り取り引きさせた後に、ちょっと教育は2の次やね。だいぶ金が増えましたね。もう2回ぐらい。
止させようか。
さあこれで金満タン米もまあまあ残したと。でそうそう、ここに米を移してきてたんだよね実は。遊べないので、ああそっか、ここ失敗したな。次終わり来ると思ってなかったな。書にいないしょうがないね。
あ、この小2がいい。じゃあ本国来ましたんで、今回はここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。